小三男子の浜学園生です。問題を解くときにタイムを測ったり音読させたりしようとするのですが嫌と言われてしまいます <laughs> いいと思われる勉強方法をさせるのに良い言葉のかけ方を教えてくださいそうね、まあ、言葉をねかけてね勉強させようと思ってもねだめです言葉なんかかけて勉強急にするんだったら超楽ちんでしょ子育てってそこがねなかなかややこしいところで言葉じゃなくてやっぱりお母さんと一緒にこうもう なんかやるっていう感じですかね言言葉葉じゃダメなんですよ言葉かけるのは親はもう超楽ちんなんですけど、やらないです、言葉なんかかけても。だから、タイムを測ってね、嫌だとか言うのは、タイムを測らなかったらいいでしょ、別に。 例えば、1問を、ね、3時間ぐらいかけた人はそただのアホですから、そんなだめでしょ。それはだめだよねみたいな話をして、時間なんかかけたらだめだし、中学受験なんて大体50分とか60分しかじゃないんで、その間であれだけのものは、ね、解かなくちゃいけないんでね、時間かけて、ね、解けるのは大、ね、体全部、全員が解けるんですよ。だから時間かけないでっていうのが大事なんでね。だからそこらはまは、まあ、最初タ、タイム、タイムするのは嫌いだったらせずに、でもね、それは、ね、嫌いなのは、ね、苦手だからと。だ と思います得意だったら、ママ、測って、測ってみたいになりますからね、子供って、だからそこら辺をねその、なぜ苦手なのかっていうのがあの分かって、それをちゃんと抑えて、得意になるまでは、まあ、時間を計らないで、音読はね、させたらダメなんですよ、音読はさせたらダメで、あのお母さんがする、お母さんが常に読み物のようにする。 でね、あのちょっと聞いといてって、で聞,聞くときに、そこでちょっと正座してしまんとママが読むんだから聞きなさいよじゃだめなんですよ。とにかく、ママが読むからそれと、ごろごろしといていいよって、うちの子なんか、私が読んでるとそこらゴロごろごろしてましたから、休憩できるんです、子供って。だからね、国語の問題ね、うちの子たちね、大好きでした。だって、ママが読むからね、でママが読んでで間、ごろごろしてできるから、休憩できるんでねあの、すごい楽って言って、楽しいとか言ってました、しかもママがいちいち説明付きで読んでくれるんでね、なるほどみたいな。でしかも だ,だからお母さんが読んであげて、その間にもう休憩しといていいよ、ちょっと聞いといてねみたいな、で聞いて、でね起き上がるでしょで、問題をさせる時に、じゃあ、あなた、もう一回自分で読んでみてとか、もう一回自分でね、ちょっと温度してみてとか、そういうことは一切言っちゃだめなんですよ、お母さんが読んで、その質問を、質問だけをさせるんです、そうすると宿題ハグすみますからね、子供あのこって楽しいわみたいになったりするんですね。 そ子どもたちも、国語なんか読んでもらって,もら読んでもらってるから、楽ちんとか言って言ったりしてました。でもそうするとね、いつまでたってもじ親が読まないと解かないんじゃないかとか思ったりするんですけど、それがそんなことはなくて、常に読んで説明してとか、読んで説明してとか言ってするとね、子どもって経験値が上がるんですよ、いろいろ親が説明してあげてるから。そうしたらね、もう小学校6年のね、ぐらいになるとね、もうママが読んで問題解くと時間かかるからね、読まなくていいとかって言われるんです。私もなんか言われて えあれだけ読んであげたのにもう子どもって本当恩知らずはとか思いましたよねもうその時はねもう僕が黙が読してさっさと読んで問題解いた方が宿題早く済むからとかって言われたんですねだから全然大丈夫なんです経験値さえきちっと上げてあげたらあの子どもは特訓になるのでね、まあ、そこら辺ですかね。うん